ましょうよ。別に読書家なんて大層なもんじゃないわ。お茶でも入れるから座って待っていて、近衛騎士団長さん。ええ、当然。プリシラ姫とあなたはこの国きっての人気者。みんな二人がカップルになることを期待しているようね。当然私にとってもアイドルよ。どうぞ団長さん。それで何の用かしら。わかったわ。じゃあ行きましょう。この国で軍人に逆らってもいいことはないわ。それにこんないいチャンス二度とないわ。なんでもないわ。あなたには関係のないことよ。どうしたの？失礼ね。ティーカップは毒殺用だけれど、中身はただの紅茶よ。あら、ミルクロワイヤルは初めて？もっとも、ミルクとお酒がなかったから、豆乳と消毒用アルコールで代用したけど。ほら、こんなに美味しいのに。おかしな人ね。態度がわざとらしいわ。まあいいわ、行ければ問題ないもの。はいはい、ありがとう。嬉しいわ。あなたの求愛は分かったから、部屋から出て行ってくれない？支度をするから外で待っていてほしいわ。待たせたようね。高名なこの騎士団長御隊様が直々に歩道に来るなんて、私も大物になったもんだね。冗談だよ冗談、気にしないでくれ。あの子が勝手に呼んでるだけさ、ただの学校の後輩だよ。時々鬱陶しくて仕方なくなるけど、そばにいなけりゃいないで心配になるし、なんとなくほっとけなくてな。あなたには妹がいるのかい？そうか。で、
なんだい話って。そういうことかよ。事情は分かった。でもそんな面倒くさいことは私はごめんだね。権威を振りかざして威張り散らす帝国軍人どもは私は好かないんだ。おっと、こんなことを外で喋ってると保安局に捕まっちまうな。でもな、あんたは他のおいこら軍人と違うから条件次第で考えてやってもいいかな。そうさ、その任務って目的のものが見つかるまで世界中を回るんだろ。だったらさ、やってほしいところがあるんだ。南部のケープリバーって町さ、知ってるかい。そこに私のおじきがいるんだ。久しぶりに会いたいんだ。どうだい、簡単な条件だろ。私の家は小さい時から両親の出張が多くてな。家に帰ってもガラーンとしてて誰もいない。正直うちに帰るのが憂鬱だったよ。それはちょっと違うような気がするな。それである時から心配したおじさんが週に何回か家に来て兄弟代わりに私の遊び相手になってくれたんだ。弟はいないよ。それで牧場とか行って乗馬を教えてもらったりしたんだ。あの時は楽しかったな。一面の緑の牧草地に座って一緒に日が沈むのを見たりさ。ちゃかすなよ。恥ずかしいけど、まあそういうことさ。結局どうなんだい。やったな、やっぱりあんた話せるやつだよ。私の家は小さい時から両親の出張が多くてな、おじさんが私の遊び相手になってくれたんだ。いろいろな遊びを知ってる多芸多彩な人でね、国際A級のプロライセンスをたくさん持ってるんだ。乗馬だろ、絵画だろ、柔道とかいう格闘技のプロライセンスも持ってたっけ。そういえば最近仕事絡みの都合で新しく散歩のプロライセンスを取ったって手紙にあったな。あ、おじさんはケープリバー市長の国交局に勤めていた。局長になったからライセンスぐらい持ってないと部下に示しがつかないんだってさ。どうでもいいか。それよりそうと決まったら善は急げだ。すぐに支度するからちょっと待っててくれ。さあ行こっか。
髪はまとめておかないと戦いにくいわ。言語道断。この組み合わせどうかしら。この服、実用的で気に入ったわ。月夜の晩ばかりじゃないわ。
通の服だな。普通の服だな。